さあダミングリッド前グリーンが振られまして KZ の5台のマシンがコースに入っていきますが1台あ遅れて入ってきました。さあこちら KZ はミッションクラスということでラミングリッドから出ていってこの後出ていって1周のウォームアップその次のラップはこのホームストレート上のグリッドに収まるということになります。まずはポールスタートの3名を先頭にウォームアップを終えてきました。さあこれで5台のマシンがグリッドに収まっていきます。まずはポールシッターにゼッケン7番ワイズファクトリーレーシングサイメン直明アウト側にはゼッケン2番、失礼ゼッケン1番のネクストワンレーシング橋本直樹3番手以降がマスターズクラスです。ゼッケン97番の正田4番手岡田5番手大谷とさあグリッドに収まって今スタートブラックアウトは切られてあフロントローが遅れたフロントローが遅れる中3番手スタートの正田がうまくクラッチミートを合わせまして一気にフロントローの真ん中から前に出ていきます。3番手スタートゼッケン97番の正田がロケットスタートを決めましてまずはトップに躍り出るそして後ろ2番手スタート遅れましたポールシッターサイメンそしてタコツボの折り返しでは橋本が狙っていきましたがこれは入りきれない。そして岡田大谷と続いていく。スタートこそ遅れてしまったサイメンですがオープニングラップからこの2周目5コーナーのブレーキングあーもうこれは意地の張り合いや5コーナーブレーキングでインサイド飛び込んで横並び正田も引きませんでしたがイン側に飛び込んだサイメンが前に出る。さあ今度は後ろから橋本直樹も狙っていこうとしているか。さあ5コーナー橋本もインサイドを伺っていきますがここは飛び込んでいくことができません。その間に前に出たサイメンが後ろ2番手争いの2台を引き離し始めてきています。8周のこの予選ヒート1 KZ クラスは2回の予選さあ5コーナーのブレーキングここでようやく橋本が飛び込んでいきますが止まりきれないか。まだ並んでいる正田とまだ横並び状態でタコツボの折り返し
さあこの2回の予選ヒートですが、この後行われるヒート2のスターティンググリッドは着順ではなくてベストラップ順です。ということでここまでのファーストストラップはトップサイメン、そしてセカンドベストを見るとセカンドベストはこのまま橋本か、着順通り橋本、3番手正田、4番手岡田、5番手大谷というベストラップ、ベストタイムが計上されておりますので、このまま行けば着順通りのヒート2スターティンググリップということになりますが、サイメン以外がファーストストを取るとヒート2はポールポジション獲得ということになります。残りは3周でそれぞれ間隔が広がりましたか、正田をかわして2番手に上がった橋本も、さあここはサイメンを追いかけてはいけ、あーっとそんな中正田のマシンどうした、5コーナー立ち上がりで正田のマシンがストップしてしまった、3番手を走行していた正田ですがここでまさかのストップ、残りは2周、あしかしここで正田は再び動き出しましたね、押し掛けでエンジンを始動させまして正田が動きました。さあこのまま終盤残りトップサイメンが帰ってこればあと1周ということになります。さあそして正田は動き出しましたが車検場にマシンを戻しました。かなり白煙も吹いている状態ですが正田はここでリタイアです。さあラストラップサイメンを先頭に2番手橋本、3番手岡田、4番手大谷と4台のマシンが残り1周に入ってきました。ベストラップもここはオーダー変わらずか、ファーストストラップはサイメン、セカンドベストが橋本、3番手に岡田、4番手大谷というベストラップ、これでまずは最面からのチェッカーです。2番手橋本、そして岡田、大谷と KZ チェッカーを迎えます。